こんばんは、ルミです。今日は、エナマクラ EX2 の使う前の処理を撮っていきます。これは Amazon で買いました。エネマグラ EX2 タイプです。裏はこんな感じ。開けていきます。これはこの間使ってたエネマグラを洗ってで忘れてきたので改めて買いました。中身はエネマグラとローションとマニュアルがついてます。このマニュアルは英語で書いてあります。あ、日本語もあるね。見えるかな。まあ使い方書いてあります。興味がある人は買って読んでください。で、実際にエネマグラをこっちがお尻の穴でピュッて入れた時に、この下がこうベッドにね当たってこう邪魔になる気が私はしてるので、ここを切り落とします。使うのは、まあ、お家にあるノコギリ的なもので、これは100均のノコギリです。これ結局なんか家で DIY しようと思って買ったんだけど、結局エネマグラしか切ってないという、ね、感じで、まあこの辺り切っていきます。切れない、引く引く。もう歯がボロボロだな。危ない。ちょっとめんどくさくなったので折ります。で、ここの面取りをしないとやっぱりいろいろ怪我したらいけないので面取りします。まあお家にある紙やすりとかでもいいと思うんですけど、私はマッサージの時に爪を削ってるので、その時に使う爪やすり、エメリーボードみたいなのを使います。これ引いてからやればこれ前回やったやつなので、ここなんかもう汚れてます。で、最初の頃は結構ベッドに使った後抜いてベッドに置いてで洗いに行く時点でシーツの色とこのエネマグラの白さで同化してて、そこで忘れるってことがよくあったんですけど、まあ最近はここに色を塗るようにして目立つようにしてるんですね。で、まあAmazon 見たら同じタイプのやつで、これがオレンジ色とかあったんですよ。オレンジ可愛いんで欲しかったんですけど、白と黒だったら3800円ぐらいだったのが、オレンジになると急に6800円っていう倍ぐらいするので、ちょっとこれ自腹で買ってるのでちょっと高いなと思って、オレンジは諦めたんですよ。で、黒と白があってちょっと黒も迷ったんですけど、ちょっと真っ黒だと汚れも目立たないしいいかなって思ったんですけど、なんかちょっと黒ってエッチすぎるというか、ちょっと生々しすぎるのがあまり好きじゃなくて、白に、相変わらず白にしてみました。あとはここに塗って、
ベッドの上でも目立つようにしたら完成です。本当はこれ、この動画ずっと1ヶ月ぐらい前から撮りたかったんだけど、まぁ、ちょっといろいろ考えてたら行動できなくって、考えすぎて結構行動できなくなることが多いんだけど、でそれでできなくってずっとほっといてたんですけど、今日エネモお尻前立腺好きな人の合約が入ってしまって、ちょっとこれ開封動画撮ってないのにちょっと使うのちょっともったいないなと思ったので、今急遽行き当たりばったりで撮ってます。これで乾いたら完成です。エネマグラの開封動画でした。ルミでした。